誰に言ってると思ってるの？完全に消えろ！一度その機会を逃すと、もっと面倒なことになりかねないわ。死と神聖は交互に繰り返すのよ。これで失礼する。相手が怪物であろうと人間であろうと、どうでもいいことだ。そんなに見つめられるとなんだか。何を選ぼうが、結局は巡り巡って最初に戻ってくるのよ。おさらば。この生活にも慣れたわ。家庭生活も悪くないわね。相手が怪物であろうと人間であろうと、どうでもいいことだ。